ヤガチャガチャンネル。前回改めてウォーリアークラスに挑戦していくヤガミ、明らかに難易度が高くなり、プレイ自体は大変だが、取れ高が相変わらず少ない。果たしてどんな展開が待ち受けるのか。さて、わざとあれですね、シーズンダメにして5万7千円持った状態で、4週目ぐらいですね。で、もう確定してるのはミサイルと、ハイドロはラストのために欲しいかな。こんな感じにすると、おそらくなんですけど、戦闘方法がまた変わるんですよ。最初ターボで飛び出さなくてよくなって、でちょっと出遅れてあげて、どれかの後続の後ろについて、これでもう2回撃てるから確定で壊せるんですよね。で確定だから、基本的にはちぎるっていうよりかは消す、存在を消す方に運用した方が絶対に楽になると思ったので、そういう感じでやっていければ多分稼ぎが普通に成立する状態になるのかなと。今実際そうっすよね。ちょっと今独壇場な感じになってると思うので、ちょっとこれを駆使しつつ、金貯めつつみたいな感じでやっていこうかなと。もう絶対この後厳しい戦いになるのは目に見えてるので、で2個目のね惑星に行っちゃうと、もうギミックとかも増え始めて、それどころじゃないみたいな感じにも絶対なってしまうので、そうならないようにするためにも早い段階でちょっとこうやって構築をしとくのがいいかなと思うので、めちゃくちゃ邪道なのは分かってるんですけど、1回3試合1位取る、リタイアするを繰り返して、もうちょっとお金貯めようかななんていう風に思ってますね。うん。でミサイルが結局2発ワンセットで、多分ミサイルで落とした後、認識が合ってるんだったら1000円ぐらいもらえてるんじゃないかなと思うので、なのでその1000円も間違いなくもらって、ちょっとでもその小遣い稼ぎを、うまみを出していくのが大事かなと個人的には思ってますと。でこういう状況になったら、まあちょっと今回悩ましいですけど、団子なのでケースバイケースによっては、こうやって受け入れてあげてわざとぶっ壊すっていう運用もありなのかなとか、要は消しちまえば原則として非常にあちら側が不利になるので。ただね、分かったのがね、地雷で壊してもボーナスの文字が出ないんだよね。だからあくまでミサイルでやりなさいよっていう感じになってるっぽくて、だから地雷は何だろう、悪いアイテムではないんだけど稼ぎには使えないのかなみたいな認識ですね。まあまあまあ、でもこんな感じで固められたので、あとはガンガンまたレース、もうとりあえず1位は取れるようになったので、車変わったおかげで。やっぱり最初は何だろう、マシンスペックさ、あっちはミサイル撃ち放題だけどこっちは一発とか、そういう過酷な状態が非常にこちらを苦しめた気がするので、そこからは抜けれたかなっていう感じがするので、ちょっと稼ぎを引き続きやっていこうと思います。さあ6万貯まったので、ちょっとカスタマイズをかけていきたいなと。でどうしようかなっていうところではあるんですけど、正直ミサイル2発とハイドロかなと思います。でこうすることで、出だしでワンチャン2台落とせるので、おっとおっと、うまくいかないと1台も落ちねえぞ。あー、まあ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 、でも1周したら4発返ってくるって考えれば悪くはねえはず。別にすごい間違えた購入はしてないと思う。ただな、そうなのよ、俺が落ちる可能性っていうね。だからディフェンダーも欲しくなってくるよね。だから結局欲張りバリューセットになるってことなんだよね、たどり着く答えは。まあでもこういう流れになった時に、
敵のラインさえ見えてれば敵のラインに向かってミサイル撃ってるだけでもなんとかなるので、でなおかつちょっと今あの在庫的にもったいなかったので乱射しましたけど、乱射してもいい発数ですよね。あーでもこうなるとあれか、万が一置いてかれた時のこと考えるとちょっとあのハイドロの数も欲しくなってくるよねってところか。あー欲は尽きないね。あー画鋲めんどくせー、あー画鋲めんどくせー。いやこれだって堂々たる2位になりそうだもんね。あーそうなるとあのオレンジ一回消したいけどな。あーくそー、あやっべ、ハイドロ耐えて3位かよ。稼ぎは遠いですよこれ。5万貯まったんですよ。で5万貯まったのでディフェンダーとタイヤを1回ずつか、あーっと2万7千か。2万じゃあハイドロかな。勝率をちょっとでも上げるって感じかな。やっぱね1回落とされると結構めんどくさい感じには絶対なるので、だってハイドロ3回あったら正直最初にいきなりすっ飛ばしてね、首位取るのはできるよね。あーでもそこまで離れないか、ちょっとそれ予想外だったな。さすがに3回たけばもうちょっと差ができるかなと思ったんだけど、要はこのゲーム何、あビギナーの時がそうだけど独壇場になっちゃえばいいじゃんと思って、独壇場になるためにはどうしたらって考えると一番はこのハイドロ耐えてやることかなと思ったんだけど、そうでもないね。まあでも寄せ付けない時間は絶対増えてるからやっぱ効率は上がる気がするんだよね。金稼ぎの上でレースに負けるのが一番時間もったいないか だからこのゲームドリフトゲーだからインなんだよな、取らなきゃいけないの。アウトインアウトじゃないんだよな。それをなんか俺が履き違えてるから変な感じになってるので、そこもちょっとうまいことやって、そうなー、でそうなると首位取って地雷大量に仕掛けて後ろぶっ壊すみたいな方が楽なのかもしれんね。まあでも1位は明らかに取れやすくなったので、ちょっと間違いなくカスタマイズはいい感じに進んでるんじゃないかなって感じですね。一番めんどくさいのがね、3万稼いだら残りの3レースギブアップしなきゃいけないのが一番めんどくさいんだよね。よいしょ。ではまあとりあえず1台壊したりして、もらえるお金のボーナスももらいつつ、そう1位だけ取って終わりだともったいないから1レース1万5000円ぐらい欲しいんだよね。で1万5000円欲しいってなるとやることやりつつ こんな感じで、でこうなると初めて独壇場になるから、あとはまあお金とか回収しながらあの抜ければいいんじゃないみたいな感じになるよねと。危ね。だからやっぱりだけど敵自体が速くなってるからなんかレースしようっていう発想が間違いなんだろうね。だってランクウォーリアだし、だからみんな、あ嘘でしょ、間抜けるとこある、みんなやる気できてるわけだから、そのやる気に乗っかった方が絶対いいんだよな。それはねなんとなく分かってきてんのよ。だからいかにして敵蹴散らして敵のリスポン中に、よいしょ、リスポン中にがっつりと1位取るかみたいな感じの展開になるんだと思いますね。いや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 、もうちょっと周回してから行こう。うん、安心していきたい。さあディビジョン B の7レース目まででまあ余裕で突破できる状態にしてあるんですけど、11万あの用意してみました。であくまで資金貯めても次の車自体は多分だけどあれだよね、先に行くまで出ないんだよね。で2個目の惑星では特に関係ないから、まあそれで考えた時にどうしようかな。これが多分エンジンだから最高速度だと思うんだよな。だタイヤとエンジンでハイドロツインパックスだから多分ハイドニトロとハイドロ違う扱いなのかな、ここら辺が分かんない。
まあでも一回こんな感じ。どうしようかな、どうしようかな。あ、値段上がりやがったな。まあでもちょっとこんな感じで総合的にチューニングして、でもちろんディビジョン B のあの2周目があるので、 A リーグがあるので、なんでまああのおっと A リーグもあの同じくお金稼ぎながら回るっていう大前提の上のもとだね。だからちょっとフルカスタマイズは今回は目指すね、結論からする言うと。でよいしょ、いい感じの後ろの突き方して撃破してと。でこれでおそらくだけどダラーっとやっててももうなかなかついてこれない状態になってるはずだから、まあこれでねとりあえずこのレースはクリアして、何事もなく次のディビジョン A、 A リーグに向かってくっていうのができればいいのかな、なんていうふうに思ってるところです。だからあれだよね、苦戦すりゃ取れ高だけど、苦戦しすぎてても見ててもしんどいだろうから、ちょっとそこら辺のバランスは取っていきたいね。でも結局さ、見たいのって今4惑星目じゃない。だから正直ここら辺って本来で言うと消化試合になるべくなるべきだったとこら辺のレースだと思うから、ここら辺はもうなんかクイックに攻めて、お金は稼ぎつつだけどクイックに攻めて、さっさと新しい惑星という取れ高に行きたいなって感じですね。さてさて、これで無事にゴールできて、でこれでディビジョン A になると。なんか今別に押してないのに飛ばされた感じだったけど、でハイドロは上げとこう。よし、じゃあディビジョン B、あ、ディビジョン A も同じように走れば、同じように走って同じような成果が得られるんだったら、終わった時に多分2100ポイントの7万ぐらい溜まってるはず。なのでそういうつもりでちょっと進めていきましょうかね。特に相手のマシンが変わってるとかは見受けられないので、難易度がそこまで急激に上がるってことはないと思うのよね。でまあとりあえずハイドロは耐えとかないともったいないから、うん、そうねそうね。じゃあちょっとそんな感じで A リーグも攻めていきましょう。はい、9万7000円貯まったので、とりあえずまずやることとして、これでもうあれですね、ニトロがマックスまで上がりましたね。でそうっすね、ちょっとこれも上げときますかね。で、そんな感じで、一番最後のレース向かっていきたいと思いますが、戦い方が随分変わりましたね。やっぱりチューニングが重なったことによって、まず基本的に暇つぶし感覚で1台消します。でごっちゃんが狙えたらごっちゃん狙えますし、ごっちゃんが狙えそうになかったらもういいかなぐらいの感覚で、でここからはあれなんで暇つぶし感覚で1台潰したかって言ったらお金が欲しいからなので、これでもう彼らは用なしなので、あとは基本的にはタイムアタックのようにもうどん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 ニトロ使いながら運用して走り抜けていくみたいな。でやっぱりニトロが今回7本になったので、7本ってちょっと考えないと使い切れないぐらいの個数なので、ですると左上のミニマップ見てもらえると分かるんですけども、随分敵がいない状態ですね。なのであとはダラダラーって走ればいいかなみたいな。でまああえて言うんだったら本当は地雷とか買って、地雷大量に設置してとかできたらいいかなとは思ってるんですけど、どうしても地雷がなくても勝ててしまうので地雷の優先順位は下がるかなっていう感じですね。でも随分戦い方が今までと変わった状態になったので、非常に楽に勝てるようになりました。ただこれはあくまで1個目の惑星の話なので、2個目の惑星で太刀打ちができるかっていうところに関しては別問題かなっていうふうに思ってますね。さあというわけで、賞金入れて2万1000円なので、まあ2万1000円あったら地雷1個ぐらい買い増ししてもいいかなという感じです。というわけで2個目の惑星攻めてみたいと思ってます。さあどんな感じになる。おいシャラクセ
シャーラクセちょっと待って、おーでもなんか前でやり合ってるから2位になったな。あーやっぱり惑星が変わって役物が増えるのがしんどい、走りづらくなるねナチュラルに。いや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 、そんなに画鋲刺さることあるかよ。これこのままで、待って、撃たれる可能性すら全然あるもんな。もうちょっとあれしよう、ブースト焚いていこう。よいしょ、見えさえすればやればいいもんね。いた、うい、やるまでもなく、ちょっと相手が画鋲にはまってくれたおかげもあって邪魔だな。チャンスがあったらやりてえな。ういで、これでわあ、もうなんか戦闘することを大前提に進めていかないときつくない？うい、いやでもマジでブースト大量に買ったのが効いてるこれ。うん、ブースト大量に買ってなかったらすっごいしんどいと思う。いやこれ当面この車だぞ、この流れでいくと。だからあれだよね、30万ぐらい貯まって次の車買ってもすぐにカスタマイズができる状態になってれば、まあまだ可能性としてはあるかなと思うけど、ちょっと待って邪魔だ。で、こっちか。ちょっと待ってよ。あーやべ、思いっきり跳ね返っちゃった。うおー、ちょっと待てよ、コース自体もきついもんな。うい、だから自分がよたった分バーン、うわーおー、やべ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 、マジ場外のペナルティが重すぎる、やべ、いやーマジか。地雷買っても置いてもな。だちょっとここでガッと内側に切れ込む。おお、今超かっこよかったじゃん。レースゲームとしてテンション上がる瞬間あったわ。だちょっと切れ込む走り機入れて、でもこれで一回独壇場かな。あ、やばい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 、助けて助けて。いや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 、でもレースゲームとしては普通に面白くなってきたぞ。ただこのカスタマイズをどれぐらいかけるかがめちゃくちゃ重要っぽい運びには引き続きなりそうだね。いや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 、はい、いやなんとか勝てるけどっていう状態が続いてる感じあるね。でもあれでしょう、多分だけどそろそろ動画的にはカットしてもいい空気流れるやつでしょ。知ってるよ、ヤガミになって後で編集するんだもん。何、展開的にはいいけど映像的にはこれ以上の変わり映えしないのヤガミ知ってるから、そろそろ視聴者さん的にもダイジェストでやっていいんだよっていう風に思ってる頃でしょ、ヤガミ知ってるよ。さて、これで A クラスに移動するまでのレース7レース分ぐらいやりまして、あ、まだ出ないのか。で今セッティング的に足らないものは感じてないんですよね。で次の車も出ちゃうことを考えると、まあそうっすね、このまま残りの全レース一気に駆け抜けていくっていうのが妥当かなと個人的には思ってます。というわけでございまして、ドラゴニス、ね、ドラゴニスかの、ディビジョン A なんですけど、多分これも全レースカットなんだろうな。全レースカットはえぐくないねえ。いやわかるよ、取れ高がないのは分かってんだけど、実際問題俺もやってて分かるもん、変わり映えないなって。あ、でも待って、ディビジョン A しんどいな。ディビジョンてか紫が早いんだよ。ね、何回かね2着以下取ってんだよ、さっきのやつも。なんだったら1回3着ってあったからね。だから紫をどうやって消すかみたいな
ゲームに若干なりつつある。あ、今後ろが消してくれたんじゃない。そう、こうなるとほぼ勝ち確みたいな。紫を一回戦闘集団から振るい落とさないと厳しいっていう展開がさっきもあったんだけど、正直ディビジョン A の方があれだね、あの光線が厳しかったね。まあ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 、とりあえず、まあ、次の面もね分かってるから何とも言えないんだけど、いかにして次はそのフルチューンとかも狙いながら皆さんに進捗をお届けするかっていうのは分かってはいるので、今回取れ高少ねえ収録だな本当に。もう取れ高不足に泣くのは飽きたから次の面行こうぜ。というわけでアドバンスはレベルね、2000ポイント無事に稼ぐことができたのでね。といってもね、まだ見たことある惑星なんだよね。というわけで続いて何っけ、ボグマインみたいな。2900か。8レースは1位取らなきゃいけない感じになるってことだね。で、まあバトルトラックは出てますが、ブーストが7回たけないと、ブーストが7回たけるミサイルが4発撃てるぐらいは重要なので、まあ当面見送りですかね。さあ、というわけでここまでが、で今のところね、いやべべ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 べ、でも今のところはね、まだなんつうの、今持ってるミサイルとかそれらうまく駆使したら倒せる感じはしたけどね。あーやべ、暴走機関車、そこのブーストにさ青いやつ乗っけるかね普通で。よいしょ、やっぱ危ねえ、車体完全に傾いたかと思ったわ。で、はい、とりあえず紫倒して、まだミサイル2発残ってるよね。はい、オッケー。で、いやまだこの車で行けるんじゃねえか。よいしょー、あー、いやマジあれダッシュボード、なんなら妨害までワンチャンある。よし、あーあー、弾き飛ばされた。って言っても、あの灰色の車も大概な角度で突っ込んでこなかった。で一回まあそこは乗って、よいしょ、オッケー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 。いやーでもちょっとひりつく戦いになっちゃってんな、もうなんか全然安全圏で余裕ぶっちのみたいな感じのレース展開ではなくなっちゃったなぁとは思うけど、まあでも勝てるんだったらね、このまま頑張ってディビジョン A 目指して、ディビジョン A もう一回クリアして、でその頃には多分30万貯まってるから、30万貯まってたら、30万貯まっちゃってるとバトルトラックなのっていう、また新しいの出てくんじゃねえのっていう感じはしちゃうよね。結局要は前回ってイージーだったから、ここの惑星で終わってるけど、あと2個ぐらい増えるんでしょ確か。それ考えたらワンチャン新しい車出てもおかしくないと思うんだよね。それ考えると新しい車のバトル、やべ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 、バトルトラックの次用の予算を貯めるっていう発想になってもおかしくないと思うんだよね。だって結構さノリノリで走れてる気がするけど、灰色すぐ後ろにいるんでしょ、おっかなすぎるだろマジで。ウォーリア、よいしょ、あーっと危ない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 、いやここなんかしねえけど疾走感すげえなこのマップ。よいしょ、で、おい、内側入い、あーお金取れなかった。で外側からな、よいしょ、オッケー、いやいやいや1位は取れる、1位は取れる、なんとかかんとか。じゃあこれで頑張るべきだね、オッケー。ダイジェストすらなくなり、カット編集で進行されてしまう矢神、着実に前に進んでいるが、カットの幅も着実に増えている。果たして矢神はこの取れ高不足に耐えられるのか。次回に続く。
取れ高が足りないとどうなる。知らんのか。友の仕事がなくなる。次回に続く。